感謝祭ね、マジで、ただの趣味としてさ、一ファンとして行ったからさ、ガチ友達いなかったんだよね。話す人いなくて、演者控室で、XQ さんと、どっちの界隈の米欄がやばいかっていう話してた。界隈の荒れ具合の話してた。どっちがやばかった？ 米欄はね、同じぐらいやばいらしい。XQ さんが、スマブの大会見ててたらしくて、米欄を主に見てたらしくて。米欄やばいっすね。なんか、クソいい声で言ってきて。スマブの米欄やばいっすね。バロもあんぐらいっすよ。でもバロはね、ツイッターでも言ってくるのが害悪らしいね。確かにスマゼあんまツイッターで言ってこねえな。今日なぜかワッチさんが裏方としていて、ワッチさんにひっついてた。あそこまでやばいの、スマブラだけじゃなくて逆に安心した。大会のコメ欄、もうやばいっぽいっすね。結構見てる層かぶってそうだった。10代、20代前半かな、みたいな。バロもそうなんだ。スマッシュもそんな感じだよね。お前らあれだろ？ 20 代前半か10代だろ。バレてんだよ、もう。とっくに。とっくにバレてるわけ。事務所の動画見ました？そういえば。河川さんいじめてたやつね。あれね、関さんともやったんだけど、尺の都合でカットされました。次に2000分は尺取りすぎ虫のようで。一応お二方とやってきたんですけど。それだけプレイ画面見せて、しょがりしてにっこりしたやつ。 そうだよね、あれ。スマブラだけなんかゲームやってたよね。 なんだろう、あれは。未公開シーン頼む。結構スマブラやったね。やっぱね、こういう人たちとね、話していて思うんですけど、素でおもろいよな。素でずっとおもろいのすごくない？この日、ここに来てる全員に挨拶してきたわ。なかなかないんだよね、こんな集まること。結構珍しいっぽくて。素でおもろくない？ 素でおもろいのずるいよな。重鎮。本当に防音がある可能性がある。まだ見知ったやつらがここなの？チルスペース。ゲーミングカップヌードル、マジで無限に食える。ここ行くと。すげえ防衛だった。 マジで、XK さん、この声で、バガラのコメラやばいっすよね。野間村の大会見てましたよ。コメラやばいっすよね。あ、そうなんですか。バロランとどっちがやばいとかありますかね。どっちもやばいっすね。このイケボでこう言ってくるのがマジで面白い。大会のコメ欄は動画がいてもやばいらしい。今回ね、なんかどっちも。一つ質問していいと。ちなみにこれ、こうやって順番に事務所回っていくんですけど、スマブラ部門のところにいつ来るか分かんなくて、ずっとそわそわしてるっていう。結構2人でそわそわしてた。事務所でかすぎない？でかいっす。ランニングできる。そのことに部屋があるんだ。なんか、スマブラ部門の方はここで待機しといてくださいみたいに部屋割れされて、まだかな、まだかなっつってそわそわしてた。ありがとうございます。
一番きつかった。ザカセンといえば、ザカセンのスタッフはろくでもないやつ。子供たち今日の感謝祭でもバリバリ働いてたわ。この面々がお疲れっすっつってバリバリ稼働してた。俺遊びに行っただけだけど、まだまだ全然未公開のコンフィデンシャルの話なんですけど、次の中線これね、知ってる人は分かるんですけど、事務所の椅子全部ハーマンミラーなのね。ハーマンミラー全部十数万とか二十万する椅子がポンポン置いてんのね。やばない。これもそうなんだけど、椅子超多いし全部ハーマンミラーでびっくりした。緊張してまう。俺は当時の俺らまだそわそわしてる。いつ来るんだろう。遊んでる人いるって。猫ちゃん。そうです。俺の写真じゃない。なんかに使うんでしょうね。本当に働いてる人いるのかここ。すごい。頑張ってください皆さん。T さん出るのこの動画に。まだ見てないの ？T 大好きで。T 大好きでまだ見てないの？やばいよ。T 大嫌いの間違い。じゃもうガチ仕事してる。これ全部数字これもしかして？でかいですよ。西谷さんいない。社長に座り心地いいな。はい。めっちゃいい部屋じゃん。お、やばい、社長の椅子と俺が座ってる椅子一緒で笑うと。かっこいい。俺これ。でもね、俺もこの椅子持ってんだよ。なぜかね。で、関さんも同じやつだった気がする。そう、人間工学がなんたらの椅子。ジュニアさんね、結構シークうまかった。シークでキンクルボコってた。シュガーさんの。あらもう、でかい部屋に2人。これ。まずこれね、まあやっぱ台本的なやつがちょろっとあって、ね、そんなガチじゃない台本なんだけど、なんか予定では、T ガクトが対戦中に入ってくるみたいに書かれてたんだけど、いつ来るか分かんなくて、バリバリキャラクター選択画面の時来ちゃったっていう。ちなみにあとこの椅子あるじゃないですか、これ全部ハーマンミラーね。これも調べたら20万ぐらいした気がする。20万の椅子がポロポロ置いてあるのね。マジで河川さんが何使うか全然知らなかったのね。まずどうしよう、ピチューとかなんかピカチュウとか全然コンボできないキャラ使ってたらちょっとどうしようみたいなね、ちょっとそういう緊張があったんですよ。やっぱゼータスタッフこれ即死コンボ取りたいんだろうなと思って、どうしようピチュウとかだったらクッパですっつってきて、あニヤニヤクッパですっつってクッパ出た瞬間で、ね、ちょっと肩の力抜けた。うん、あよかったクッパよかった、一番やったっつって安心して終点選べた。ほってね。長いって。スマイル、ありがとうございます。
ちなみにこの後関さんともやったんですけどね、ディレクターズカット版出ないのかな。関さんクラウド使いだったんでね。クラウドも残ってます。社長室ネキさん、加瀬さん以外にもやりました。なんか TikTok で上がってたよね。マロ部門の人とも交流してやったりしました。大丈夫かな、これスマブラ嫌いになっちゃってないから大丈夫かな。嫌いになってないから大丈夫かな。クッパクッパはちょっとね。スマブラってこんなゲームなんです。顔1個面白い話していい。この日まあこういうやっぱ撮影なんで服の詩はちゃんと撮ってきてくださいねってマネージャーの人言われて、あやっぱそうなんだ、ちゃんとしていかないかななって思って行ったら、加瀬さんめっちゃシワシワだった。加瀬さんめっちゃシワシワで笑っちゃった。やっぱね、やっぱ重鎮はシワシワでいいね。やっぱ俺らみたいにペーペーはね、うん、ちゃんとしていかないといけないけど、加瀬さんはいいんですよ。重鎮は重鎮なんで、どんな服装でも。ちょっとさすがに面白かった。一番映る時間長いであろう加瀬さんがシワシワでちょっと笑っちゃった。めっちゃシワシワやん。